まあ、重量も軽いなって感じたところと、あとやっぱセンターフレックスが、僕2シーズン前のやつ持ってるんですけど、それよりもちょっと柔らかく感じて、そうですね。その分やっぱプレス系がだいぶやりやすいなっていうのを、まあ、柔らかい分、踏みに行きやすいのかなと、ちょっと。真ん中からしならせていきやすい。そうですね、はい。ってところちょっと考えます。あ、なるほど。ありがとうございます。って感じ。なんか農林の時はノリやったんですけど、なんか反発が早すぎて、で、なんていうんですか、早すぎて、いつもより早かった。はい。ビビったって感じですね。でもすげえなんかすごいなと思って。今回今ね、硬かった。自分的にいや思ったよりですね。めっちゃもっと硬いと思ったけど、まあ思ったりいいなーって。全然さっきリミテッド乗ってもらいましたもんね。はい、そうです。B どうでした？ B やっぱリミテッドと違って、柔らかすごく柔らかくて、乗り系にはすごい、いい板かなと思う。すごい楽しかったです、乗り系をするには。もし貸したらワンシーズンこういうのもありかもしれない。いや、もうか、2枚買うからね、もう。あー、2枚行くからね、ぐらい、ほんま、ちょっと揺れましたね。すごい。家系と同じで、これも弾けるんで。はい、そうですよね。ただやっぱりリミテッドと比べたら反応がちょっと遅いかなっていう感覚はあったんですけど、でも慣れたらすごい多分面白いんだからと。何でもできるんだ。いや本当にそうかもしれない。ちょっと悩んでます。2枚買うかもしれません。普段バター系のトリックとかあんましないんですけど、まあ、やってみて一番やりやすかったです。あ、 F と A 乗ったんですけど、うん、他より B が一番やりやすかったです。あー、なるほど、はい、いや、ありがとうございます。反発とか結構、あ、その弾く飛び系のトリックもしっかり返ってきてやりやすかったです。 B は、まあ、AF と比べてちょっとフレックス硬くて、うん、まあ、乗りにちょっと支障出るかなと思ったんですけど、全然乗れて、乗りもめちゃくちゃ気持ちよかったです。どうでした？まあ、やりやすかったですよね。正直、違いがあんまりよくわからなかったんですけど、あ、はいはいはい、でも乗りやすかったですね。あのプレスすごい、あの安定性がありますよ。はいはい、フラットのせいか、ものすごい踏ん張れました。ありがとうございます。はい、この板はすごい反発がものすごくて、はい、あの乗り系も伝わることながら、普通に飛び系で自分が負けられるぐらいまで反発が自分で制御できないぐらい、まあ、自分の技量が不足なんですけど、でもその分自分でこの板扱えるようになったらもっと楽しめるんじゃないかなという板でした。はい、なんかこれがしにくいとか、まあ、特に自分の中ではあまり、でも今乗ってる板がダブルキャンバーなんで、ね、ちょっと可変キャンバーにまだ慣れてないってところがあるんですけど、多分慣れればもっといろんな技ができるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうですね、思ったより硬かったですね。硬かったのと短かったのと、まあでも乗れましたし、取り回しも問題なかったんですが、そうですね、まあ慣れてないせいか足元の自由さ、もう少し柔らかい方が僕には合うかなと思いましたね。ただ候補に一つですね、柔らかいって最初から乗っちゃうとその中盤からへたるじゃないですか。確かに。それを最初がね、ちょっと硬いので柔らかくしていくっていうのが、そうキャンバーなんでちょっと不安があったんですけど、はいはい、A の次に B 乗ってみてすごく乗りやすくて、で反発もダブルキャンバーより来るんで最高でした。ああ、よかった。